ラジオ関西が AM558 FM911 で神戸ハーバーランドから生放送ニュースの景色お送りしています。県福崎町の大正寺に来ています。この大正寺と言いますと皿掃除のお寺、住職の桑谷雄健さんに伺います。よろしくお願いします。いや桑谷さんね、私お付き合いもう10年近くなるんです。そうですね、うん、はい、でもちろんこの福崎の大正寺のご住職でいらっしゃいますが、私は比叡山のふもと坂本という町で叡山学院の、まあ、学官校長先生をされていて、僧侶を育成するというね、そういった指導をする立場でもいらっしゃるんですけども、もうこんな季節ですね。そうですね、1年早いですね、はい、学校にいますとね、この間卒業式を迎えて入学式、その後もうこの時期でしょ。サラが終わるともうお盆が来ますからね、1年が早いなと思いますよ。でもね、やっぱりそうやって早いと思うのがまさに今日お話しいただく皿掃除でして、たった1日の命で、その儚さとはどういうものかということをね、伺っていきたいと思います。本当に皿って儚いですよね。そうですね、諸行無常ってね、お釈迦様の教えの根本ですよね。始まりがあると終わりが必ずあるんだよ、そういう中でね、我々が生きているんだっていうことをついつい自分たちは忘れてしまいますけど、有限の世界の中でね、生きているんだよっていうことをね、ふっとこう思い起こしてくれる、そういう樹木ですよね。今平家物語でね、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、皿掃除の花の色、精舎翡翠の断りを表す、おごれる者も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、そのように歌われています。我が世の天下のごとく剣聖を振るったあの平家ですら、すぐ源氏にとって代わられたっていうことですから、それを私たちが必死とこう思うときにね、あ、自分たちは有限のこの世界の中で、そうしたことをいつも意識しながら生きないといけないんだよっていうことを教えてくれてるんだろうなと思いますね。でこれをですね、大正寺を訪ねられた皆さんに、また桑谷さんがね、面白おかしく法話という形でお話になってます。ちょっとその模様を聞いてください。前がまだこのぐらいのつぼみですから、奥の方行ったらまだこんなんですよ、松棒のもう先っちょみたいな。涅槃の仏さんの四方にもみんな皿の木割ってます。あれもみんな皿です。でもこの200本の木がね、こんな貧乏なお寺なんで、どないして育てようかな。ああ、そうやと、みんなにあっち行ってもらってお茶を飲んでもらって500円いただいたら、これで冬になったらね、肥料やろうかな。この200本の木がね、育つか育てへんか皆さんの懐次第ということで、まあどうぞ、肥料代を置いていってやってください。まあ、頑張って咲くようにだけ言うといてやってください。はい、まあね、さばけた感じで。実はね、人間ってね、同じ行動パターンをするんですよね。1日の朝起きてから寝るまでの行動パターンもよく似てますし、思考回路も非常によく似てるし、そういうのがここを訪れる人を観察してると、ああ、みんな同じような姿と同じような行動をしてるんだなっていうことが分かります。ですからそういう人たちに同じようにお話をしてあげると、きっと自分の一日とか人生のこの区切りっていうものをね、こう考えるっていう、そういうヒントになるんじゃないかなと思うんですよね。不思議なそういうご縁がこういうところで結ばれたらいいなと思いますね。その話の中で不思議だったのはね、この大正寺の本堂の真横にとても大きな皿の木があったと。そうなんです、大きな、大人一抱え以上の大きな木で、本堂の 1.5 倍の高さあったんですよ。この辺り一帯その一本の木で全部覆い尽くされていた。切って初めて分かったんですけど、350年を経ていたって。江戸時代の初めに植えられたんですよね。でもそれがまさか自分の代にね、枯れてしまうとは思わなかったですよ。これがね、聖あるものって必ず終わりがあるんだなってね。そうなんですよ。
そういうことをね実感いたしましたね。生きとし生けるものは必ず終わりがあって、そうした場所に我々は遭遇するんだから、毎日毎日を一生懸命悔いのないように生きるんだよっていうことを伝えてくれてるんだろうなと思いますよね。桑谷さん、その DNA といいますか、うん、残してきたものが今この境内の中でも生き続けてるっていうことで必死に受け継いでるわけですよね。そうなんですね。大変ですよ、うん、掃除はしないといけないし、ね、もうあの冬にはね肥料をやって、200本近く皿の木がありますから、もう全部肥料をやって、であの手入れしてやって、でも200のね木をね育てるっていうのは結構大変ですよ、うん、でもみんな自分の我が子のようにね、あの自分とこのお家だったら、あこの植物育ててるとか、あこんな動物育ててるっていうのと同じですから、終わりと最後その瞬間に自分たちがこう遭遇してるっていうのをねやっぱり考えたら手抜けないですよね。でもこの境内の中の青々とした苔にポトリと落ちるあの皿の白と黄色のあのコントラストが最高ですよね、はい、そうですね、うん、日本ではあの夏椿って呼ばれてるんですよ。夏に咲く白い椿に似た花っていうことでね、たった一日だけの花ですから、朝咲けばもう夕方夜にはもうポトンとこう落ちていきますから、そういう姿を見てるとね枝の文様がこうできるんですよね。花がねずっと落ちて、それを梵字のようだって言った方もいらっしゃいます。ああなるほどなって、お寺らしい感性なんだなとそう思いましたけどね。そのたった一日の姿の皿と出会えたっていうのが奇跡なんだよって、ああよかったんだよってこう思えるような人間になってほしいなと思いますね。でちょうどその見どころを迎える直前に私大正寺にお伺いしまして、はい、姫路と堺の方にお話を伺いました。静かで趣のあるお寺で、なんかちょっとひっそりしてるけれどもハスとかすごく見応えがありました。このハスはまた特別なハスみたいな、ね、そうみたいですね、中尊寺の、はい、いや今ちょうど見たとこなんですけども、はい、もうすぐサラソウジュの花が我々めでることができる。またもう一度お伺いします。今まで大正寺のサラソウジュはご覧になったことはありますか？去年にちょっとだけ咲き切ってなくてつぼみだったんです。でも儚い花ですよね。ああそうですね、なんかああいうの見てると私たちって自分の人生をもう一回考えることができるっていうかね。そろそろ私らもそれを風に考える年になりました、ね、それは奥様の方気になさってどうですか奥様。いやもうなんかちょっと花に癒されて、はい、あの頑張ります。少し都会から離れた山里ですけど、はい、なかなかこういうとこないでしょ。ないですね、はい、今召し上がられてるのはサラ、この和菓子もどうですか？お味は上品な甘さで美味しいです。抹茶と相性ですね。あはい、さっぱりして、はい、いよいよ見どころを迎えまして、来週22日の土曜日にはお茶会をね開こうと思っています。で、サラの花の時期に、もういろんな人たちが来ていただいてお茶室でお茶を飲んでもらうと、そして拝観してもらおうかなと思っています。でちょうどその時にはあの尺八のコムソウの会の方々がね、今回は鹿児島からも来られるんだそうですよ。6人お見えになるって言いますので、どうぞ本堂でね尺八の音色耳を澄ましていただいて、そしてサラを楽しんでもらって、茶室ではお茶を飲んでいただいてと楽しんでいただければなと思っています。これが来週の22日土曜日ですね、はい、そうです。この大正寺にちなんだサラという名家もありますね。そうなんです。姫路のね、杵屋さんっていうお店で作ってもらってるんですけど、先代の住職、私の父親がサラのつぼみを模して中を黄身あんに外を牛皮に作ったサラというお菓子があります。ぜひまたそれもね、賞味していただきたいなとそのように思います。この時期だからこそ咲くサラの花をご覧になって、夏椿、やっぱり季節を感じるということが大事だと思いますね。そうですね、青々としてね緑が本当に綺麗です。
あ、この時期はこの時期のやっぱり楽しみ方があるんだなと。やっぱり日本人っていうのはどうもやっぱりそういうところがね、あるのかなっていうような気がしますね。ぜひこんな山奥のお寺ですけれど、ぜひ、一度訪ねていただいて、サラの花を見ていただいて、そしてまたこの一時ここのお寺で過ごしていただいてね、少し静養していただければと思います。兵庫県福崎町の大正寺桑谷有賢住職でした。ありがとうございました。ありがとうございました。来週の土曜日22日に朝10時からお昼2時までの受付で、不動庵という茶室が大正寺にあるんですが、お茶会が開かれます。このサラというお菓子とそれからお抹茶をいただくことができる500円なんですね。で、これは特別予約はいりません。境内は夕方5時までとなっているんですが、ぜひ季節を感じていただきたいと思いますね。この時期に1日だけ咲く花なんですね。その花が落ちる様子、夕方になるとその命を終えるというサラ草樹、夏椿、ぜひお楽しみいただきたいと思います。姫路駅で乗り換えて JR の福崎駅ですから、万丹線に乗っていただいて、その福崎駅からタクシーで10分ぐらいのところに大正寺はあります。